こんにちは、市原康生です。今日は、松本さんを書いてみたいと思います。松本さんを書くときに用心したいのは木偏です。木偏を書くとき少し右上がりです。縦に書きます。まず松本さんの楷書ですね。これを少し長く書きますよ。そして点を書きます。はい、歯を描くようにスッと持っていて、これにつながってこちらです。そして目を描きますが、ここで止めます。上に右上がりです。そしてこの線が少し丸くなるように描いていきます。はい、もっとこれ右上がりですね。はい、ここをしっかり置いてずっと下の方に行きます。止め、はい、長く書いて少し下の方にこちら払います。そしてこの線で終わります。楷書と行書と別々に説明していきたいと思いますので、まず最初に楷書です。木偏ですね。何度も言ってますがこちらです。ここがあまり出すぎないように気をつけてください。そしてここは長くなりすぎないようにですね、こういう形になります。はい、そしてここはしっかりと打ち込んでください。これは先ほども言いましたが、こちらこういってここにつながるような感じですね。そしてこれもちょっとしっかり打ち込みますよ。でこういったらここで置き直します。置き直してから右に上がります。この点はまっすぐに点を引くのではなく少し曲がります。よくですね、これがこういう形でスッとまっすぐに引いてしまうんですね。少しこう曲がるようにしてください。そして次、これ木の時も一緒なんですけれども、ここがですね、ここが少し下の方が出るように書きます。よくですね、これが木を書くのにこう書いてこういう風になってしまうんですね。こういう風にならないように気をつけます。そして少しこういってこっち行ったらちょっとだけここが下に下がります。そしてこの線もあまり下の方に行き過ぎないようにですね、ちょっと上の方にあります。よくですね、これがこんな風になってしまうんですね。気をつけます。はい、それでは行書の松本さんを書いてみたいと思います。まず少し右上がりにグッと上がります。こちらにつながって下の方に行って、こういう風な形で木偏を省略します。そしてこちらの方にちょんと置いて、これにつながってこっちです。はい、ここにつながって下の方に行きます。止め、上に持ち上がって止め、はい、音を書きます。はい、右上がり、うーっと跳ねてこちらです。そして今度はこちらに行きますね。そしてここです。この時にですね、楷書と違うのが、こう右上がりがひどいということですね。右上がりを強くしていきます。そしてここがちょっとしか出ないように、これはここからここにつながりますね。はい、これも楷書の場合はスッとこういう風に持っていきましたが、これはこういう風にちょっと内側に入るような感じでこちらにつながります。そしてここからここにつながっていきます。それからこちらですね、ここは楷書の時はしっかり置き直しましたが、少し置いてスッと上に持ち上がりますね。そしてここは楷書の時と同じですが少し曲がります。音を書くときもぐーっと右上がりですね。この横線からこういうふうな形で上に上がっていきます。で、ずーっと下に行って、ここからこうです。
そしてまたここにつながりますね。で、つながってこういったら今度こちらにつながります。そして点です、あ、線ですね。ここですね、少し下の方に下がるような形で描いた方が格好が良くなります。これ以外にもですね、こういう風に描いて、こう、こういって、こう、こういう風な形で元を描く時もあります。まあ、どちらでもいいと思います。楷書の時はですね、ここが半々ぐらい取ったんですけども、行書の場合はちょっとです。すぐに持ち上がらないといけないからですね、そういう風になってます。そしてここは楷書の時と同じようにやっぱりこんな風で真ん中が長くなります。今日は松本さんを書きましたが、次回はまた別のお名前を書いてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。